こんにちは。ミルクティー飲みたいです。挨拶でチェンジアップ。先日ですね、なんと桜美林大学さんに呼んでいただきまして、生徒さんにお話をさせていただく機会っていうのをいただきまして、 YouTube の話だったりいろんな話をさせていただいたんですけれども、本当に楽しい機会で、実はそうやって人前に出て喋るっていうのは今まで一度もしたことがなかったんですけれども、今回やってみて、まあ、意外と人とこう目と目を見て話すっていうのは楽しいなと思ったので、もしかしたら今後リスナーさんたちとそういった機会を作ることもあるかもしれないので、その時はね、ぜひね、みんなに来てもらいたいなと。この前ツイッターで僕のデフォルメイラストっていうのを募集したんですけれども、まあ、たくさんの方にありがたいことに送っていただいたので、今日の動画の中で散りばめていこうかなと思うので、気になった絵があったらぜひコメント欄に書いていただければ今後の参考にしていきたいなと思うんですが、今日は水っていう本当に正体不明な異常と言える物質についてお話ししていきたいと思います。イロハス開けるとき握力で潰しがち。もしも神様がこの世界を、そして地球を作ったとするならば、神が用意した最も秘密を込めた物質っていうのは意外と僕らの身近なところにあるのではないか。水って僕ら毎日当たり前のように飲んでいますけれども、他の物質と比べて異常な性質を持っていることをご存知でしょうか。例えば水っていうのは凍らせると氷になりますよね。氷っていうのはなんで水に浮くかというと、凍らせることで水よりも氷の方が密度が低くなるから浮くわけなんですけれども、本来の自然界の法則とは真逆の働きをしているんです。また水っていうのは4度が最も密度が高い状態になるんですけれども、湖の底には4度の水が溜まっていく。だからこそ真冬でも湖全部が凍らずに、そこで魚の方が泳いでいて釣りをすることができるわけです。そういった水特有の性質、異常な性質が全部で40個近くあるっていうふうに言われておりまして、その絶妙なバランス関係によってこの自然界のあらゆることが回っていると言っても過言ではないんですよね。言い換えれば、地球という生命体にとって血液にあたるものが水であって、水の質が悪くなってしまうことは地球という生物の死を意味するということなのではないか。ちょっと前の話なんですけれども、大阪とか神戸、その辺をブラブラしてたんですよね。大阪湾を見えるところを歩いていましたらですね、その水面のこのうねりを見ている時にふと思ってしまったんですよね。水ってなんだこれと。僕だけではないと思うんですが、海とか湖とかすごい巨大な水の塊がこう視界というか目の前にあると、それだけでどこか本能が反応するのを感じる時があるんです。古代の人たちも同じく海から自分たちが発生して誕生したなんてことは知らないにもかかわらず、何かしらそこにあるなっていうことは悟っていたんだと思います。日本神話でもキリスト教でもユダヤ教でも、世界の始まりっていうのを描いた天地開闢のストーリーの中では必ず水というものが関係してきます。また日本の歴史の中でも竜と呼ばれる伝説上の生き物っていうのも、あれの正体は洪水を暗示したものっても言われてるんですよね。これは僕の推測なんですけれども、なんとなく海とかが近い沿岸部の人の性格と内陸側に住んでる人の性格っていうのもまた違うんじゃないかなっていう。海っていうのはそれぐらい人間の感性とか性格にも影響するものなんじゃないかなと思ったりもします。芸術家は水辺を好むなんても言いますし、水ってどこから来たかって皆さんご存知でしょうか。実は水は宇宙から来た物質なんです。現代の科学では、なんで太陽系の中であんな広いのに地球にだけ液体の水が存在するのかっていうのは分かっていないんですけれども、最初から地球に水があったわけではなくて、原始の地球っていうのはマグマ並みに熱かったので、最初は地球には水はなかったんです。その後徐々に地球の温度というのが下がっていくことで水が存在できるようになるわけなんですが、その水はどこから来たのかっていうと、隕石に乗ってやってきたというのが現代の科学では最も有力な説と言われています。なので僕らが普段当たり前のように飲んでる水っていうのは何十億年前に宇宙から飛んできた。そう考えると水にだけ特殊な力があるとしても不思議ではないですよね。海なんかを見ているとふと思うのは、地球って本当に水だらけだなと思えるぐらい、地球の表面の 70% が水で海で覆われていると言われています。また人間の体もほとんど 60% から 80% は水でできているなんていう話も聞いたことがあるのではないでしょうか。その割には僕らって水について
何も知らないですよね。皆さんは普段水って飲むでしょうか？人間の体の 60% から 80% が水でできているので、生まれたばかりの赤ちゃんのことを水子っていうの、生まれた時の水分量というのがマックスで、それから年を取るにつれて水分量っていうのが下がっていくことから水子と呼ばれます。つまり僕らは歩く水の塊といっても過言ではないんですよね。欧米の有名な陰謀論なんかには、アメリカやアイルランドなどの水道水の中にはフッ素っていう物質が含まれているんですけれども、表向きには歯にいいからフッ素を入れているって言われています。しかし一方でフッ素っていうのは毒性があるっていう話もありまして、今年のアメリカとカナダの妊婦さんを対象にした研究の中で、水道水を飲んだ妊婦さんの子供っていうのが比較すると IQ が低いっていうデータが出てきてしまったんですよね。なのでもしかしたら水道水をまず飲むことがないような上流階級の人たちが大衆の思考力を奪うためにフッ素を入れているなんていう話も本当かもしれないなんていうふうに思えたりもするんですが、人間にとって水っていうのが必要不可欠な物質だっていうことだと思います。僕らっていうのは毎日2リットルから3リットルぐらいの水を飲むって言われています。腎臓っていう器官が毎日180リットルの体内の水をろ過して再利用しているって言われていまして、なので後で少し水の種類にも触れようと思うんですが、どんな水を飲むかっていうことが健康状態に影響すると言われています。そしてそれは地球も一緒かもしれません。現代の科学において生命が誕生するには水は不可欠だと言われています。人間が宇宙人を探すときに何を一番最初に探すかっていうと、その星に海があるのか水があるのかっていうところから探します。地球の全ての文明が川のほとりから発展していったように、おそらく地球外生命体がいたとしたら、それらも同じような道をたどっているというふうに考えられているからです。ですが太陽系で水が見つかっている星っていうのが地球しかないっていうのも非常に不思議な話だと思うんですけれども、火星に水があるっていうふうに聞いたことがある方もいると思うんですが、あれは実は火星の地下には氷っていうのがあるっていうのは分かっています。ただ液体としての水が存在する星っていうのが地球だけなんです。それは言い換えれば、かつては火星にも海があって生命が存在していた可能性があるということです。都市伝説ではよく地球が栄える前に繁栄していた星は火星だと言われています。じゃあなぜ今地球にだけ表面の 70% を覆うほどの水が存在しているのかっていうのは未だに不明です。そう考えると、もしかしたら宇宙人が存在して、僕らが水槽で何か魚を飼う時に海藻とか石ころとかを入れるような感じで、何者かが地球という星に海を用意して、そして月を作った、そういうこともあり得るのかもしれません。そう考えないと不思議なことがたくさんありまして、水がちょうど地球の温度で蒸発もしないし凍らないぐらいの性質を持っていること、また地球の重力がちょうど水を地上にとどまらせるぐらいの重さであるということも、月になんで海がないのかっていうと、月では海があったとしても重力でどっか行ってしまうので、月では海は絶対にできません。地球っていうのはそれぐらい奇跡の星だということです。皆さんは普段どんな水を飲んでいるでしょうか？ツイッターでいろんな人に聞いてみた結果、ミネラルウォーター飲んでる人や浄水器使ってる人、ウォーターサーバーで飲んでる人とか、いろんな方がいるんですけれども、水にはたくさんの種類があります。海洋深層水とかアルカリイオン水とか活性水とか、それぞれ含まれている成分が違うので性質も違ったりするんですよね。近年はミネラルウォーターを飲む人っていうのが非常に増えています。これも面白いことなんですが、実はミネラルウォーターの値段はガソリンよりも高いそうです。でそんなミネラルウォーターだったり水道水に関する話っていうのが巷ではたくさんの説が出回っているので、今回は僕なりにちょっと調べてみたんですけれども、まず水道水を飲める国っていうのはそんなに多くない中で、日本っていうのは飲める水質が比較的悪くないっていうのは事実なんですけれども、一方で水道水が水質がいいとは言えないというのも事実なんですよね。というのも水道水ができるプロセスっていうのは、水源があってその段階では汚い水が凝縮沈殿処理行われて、ろ過処理が行われ、不純物が取り除かれた後塩素処理されて水質チェックされて僕らの家庭まで届いてくる、きれいにするにも限度があるというのも事実です。そのために塩素処理っていうのをしなくてはいけないので、なので水道水からプ
プールみたいな匂いがするっていうのはそれのせいです。昔は反則濾過法っていう方法を使っていたらしくて、そのやり方だと塩素の量っていうのは比較的少ないらしいんですが、今だとそのやり方だと供給量に足りないそうです。さらに今後水の需要っていうのが増えていくにつれて、使わ水道水が飲めなくなる日も来るかもしれません。なので僕的には家庭に浄水器とか清水器っていうものをつけることで塩素をなくしてから、まあ、飲み水にするっていうのがいいと思います。塩素っていうのは飲まなくても体の中に入ってくるもので、シャワーなんか浴びてる時に皮膚から塩素っていうのは体内に入ってしまうので、シャワーなんかにもそういったものをつけておくと結構いいかもしれません。これは豆知識なんですけど、じゃあ超綺麗な水飲みたいっていう人いると思うんですけど、超純水っていう半導体産業なんかで使われている不純物ゼロの水っていうのがあるんですけど、これを日常的に飲んだ場合、ほとんどの生物はすぐに命を落とすと言われています。そこで出てくるのがミネラルウォーター。全部が全部そうかわからないんですが、基本的には塩素処理されていないと思っていいと思います。ミネラルウォーターの定義っていうのが、地下の水源から汲み上げられた水で、マグネシウムとかカルシウムといったミネラルと呼ばれる成分が含まれている水だから、味が実は水道水とは少し異なって、そのミネラルの分美味しく感じるっていう人も多いのではないでしょうか。硬水はミネラルが豊富で、実際に病気のリスクが下がるっていう研究データもあります。僕は硬水が苦手なので軟水しか飲まないんですが、たまに飲むと体にいいと思います。いつから健康オタク系 YouTuber になったのって話なので、ここから都市伝説の話をしていきたいと思うんですが、いきなりですが最近思うのは、人間の進化系っていうのが AI を搭載したトランスヒューマンではなくて、人工生命体の完成形に近いモデルこそが人類なのではないかっていうふうに思うんですよね。もし機械生命体が完成形だとしたら、宇宙にうじゃうじゃ機械がいてもおかしくないと思うんですけれども、逆に肌がヌメヌメしていて体に血液が流れ、数十年で寿命を迎える生物の生物こそが複雑で奇跡的な存在と呼ぶべきなのかな。機械生命体と生身の生物を分けるところにも水っていうものが関係しているのかなと思ったりします。もしそうだとすると、生命の設計図において最も重要な素材っていうのが水っていう物質になってくるんですが、この地球という特殊な星において全ての歴史を保存していると言われているアカシックレコードっていうものは、皆さんも聞いたことがあるのではないでしょうか。このアカシックレコードの正体っていうものを考えてみた時に、水以外にはありえないのではないかっていうふうに思ってまして、それはどういうことなのかというと、水は情報を記憶するんです。最近の研究では液体というものが最も情報を保存しうるっていうことが分かってきていまして、なんとスプーン1杯分の液体で 1TB の情報を保存することができると言われています。つまり未来の世界ではメモリっていうのは液体になっているんじゃないかっていうことが予想されるわけですね。ということは、地球の過去の歴史全てを保存できる情報ってどれだけ膨大なデータ量になるんだと。それを保存できるものは何かって考えると、もう水っていうか液体しかないわけですよね。そう考えたら、この地球の記憶はどこにあるのか。もしかしたら南極や北極の数億年前からある氷の奥に凍っているのかもしれません。よくよく考えてみると、人間の脳もほとんどが水分です。意識っていう複雑で未だにわからない、その謎の多い領域にも、もしかしたら水っていうものが鍵を握っているのではないかと。キリスト教における洗礼っていうのは、濡れた手で頭を押さえて水に頭を入れるわけですけれども、つながっているような気もします。では最後のお話なんですけれども、おそらく今後地球の危機っていうのは水によって運命は左右されると思います。なぜなら、綺麗な水っていうのは数千年のサイクルの中でしか生まれないんですよね。日本の山から湧いて出てきた湧き水で、名水とか冷水と呼ばれているものを一度でもこう手ですくって飲んだことがある方であれば、その違いっていうのがわかると思います。それは決して浄水器では作れない自然環境が生み出すものです。中にはパイウォーターといって、未だに科学的に説明ができない、明らかに普通の水とは違う水っていうのもあって、別名生命の水なんて呼ばれているんですけれども、そういったものも世界各地に存在しています。そういったいい水っていうのは今後ますます貴重なものとなってくると思います。空気が汚れると、水っていうのは何でも吸収するっていう性質を持っているので、雨として降った時に雨が汚れて、それが地面に降り注ぐ、そうやってどん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 水っていうのは今後汚くなっていくことが予想されます。人間で言えば血液がどんどん汚くなっていくイメージ、それが進んでいった先では水が不足し、それをめぐる争いが始まってしまうかもしれません。つまり、水の寿命イコールこの文明の終わりを意味しているんです。しかし逆に言えば、水を大事にすれば、水の電気分解の逆の反応を利用した
したクリーンエネルギーっていうのも開発されてまして、水素が燃料で廃棄物が水という最強の無敵のエネルギーができるということなんです。今後それが普及するステップまで人類が進むことができるのかできないのかっていうところに運命はかかっているのかもしれません。今回はこの辺にさせていただきます。こういうお話が好きな方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。失礼します。